センターラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。闘志をみなぎらせる選手たち、その熱気がこちらまで伝わってきます。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド、南葛、攻守にバランスの取れたフォーメーション。キャプテン翼くんを筆頭に実力あるメンバーが揃っています。個人技とチームワークともに抜群な総合力の非常に高いチーム。そしてアウェーサイド、東方、攻守にバランスの取れたフォーメーション。最高峰の若島津くんを中心とした堅固な守備から、テクニシャンの沢田くんがボールを運び、エースストライカーの日向くんがゴールを仕留めます。まもなくキックオフです。今キックオフです。それいけ。それ
負けないぞ。振り切った、あと奪い返した。それ沢田くん、ボールを奪った。ここでスルーパス、翼くん、スルーパスを狙う。長野くん、スペースにパスを出した。それパスが決まった。小池くん、スルーパスを狙う。飯沢くん、激しいタックル。長野くん、ワンタッチで送る。翼くん、スペースにパスを出した。それ今井くん、ここは好きにさせません。ドリブルでボールを運ぶ。ここは抜かせません。守備陣の隙間を狙う。タキヤーベ君、激しいタックル。ここはパスを出した。オラオラパスを回す。ソリマチ君、横にかわして突破。負けないぞ。かわして振り切った。ソリマチ君、パスを回す。それイワミ君、スライディングでカット。チャージが決まった。沢田くん、パスを回す。伊沢くん、ボールを奪った。このパスは通らない。それでボールを奪うことができません。長野くん、スルーパスを狙う。翼、小池くん、激しいタックル。時計はすでに30分を示しています。前半も残すところはあとわずか。ヒューここでタイガーショット。森崎くん、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。防いだ。いけ反町くん、このパスナイスプレーだぞ。サキくん、パスを出します。チャンスが決まった。それ両者一歩も譲らず折り返し。勝負の行方は後半戦へと託されます。